今日お誕生日2人でお願いします。あ、はい、わかりました。今日は貸し切りでございます。はい、今日で1歳になります。おめでとうございます。さあ、どうぞ。お誕生日おめでとう。おめでとう。お座り。初めてのお肉。はい、お誕生日おめでとうございます。人間の鹿の。ちょっと待って、ちょっと待って。かわいそう。いい、あげて。どうぞどうぞ。おいで、お座り、お座り。よし、どうぞ。おー、誕生日おめでとう。おめでとう。あ、すごい食らっている。おー、がっついてる。おめでとう、リリー。どうですか？おいしい。おいしい？うん、よかったね。かわいい。ね。こんなにがっつくのなんて久しぶりだね。ね、ご飯全然食べないからね。普段。おー、嬉しい。食べにくい。大丈夫？人参吐き出してる。人参も食べて。で次の日です。みーちゃんのお誕生日だよ。ほら、開けてみて。誕生日おめでとう。じゃーん、リリ見てくれ。じゃーん、洋服かわいい。みーちゃん、次のお誕生日プレゼントは、
好きなの選んでごらん。それガム？圧倒的ガムだね。よし、じゃあガム食べてみるか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ついにね、リリさん1歳になりました。いやー、お家に来てくれてからはまだ10ヶ月なんですけど、それでもこの1歳になるまでの期間をね、一緒に過ごしてきて、本当に心も体も成長してくれたなと実感しております。昔のね、動画とか写真を見ると、あー、こんなに黒かったんだな、こんなに小さかったんだなってね、ちょっとうるるっとしちゃう部分をね、ありました。これからもね、リリさんと楽しく過ごしていけたらいいなと思っております。はい、そしてね、誕生日当日、7月12日の時にね、インスタの方でライブをさせていただきました。インスタライブはね、初めてやってみたんですけど、ちょっとね、いろいろコメントをしてくださったりとかね、すごく嬉しかったです。リリさんがね、ちょうど寝てるところとお肉をね、食べてるところをね、一緒に見てもらって、なんかみんなでお誕生日会できてるような感じがして、すごく楽しかったので、またやってみようかなと思っております。YouTube の方でもね、いつかライブできたらいいなと思っているので、よろしくお願いいたします。ということで、1歳になったリリさんと28歳になったママとパパのことも、これからもどうぞよろしくお願いいたします。では、次の動画で会いましょう。またねー。